谷市は、東方交差点、国道17号線、ここから、ご案内を始めさせていただきます。7月18日日曜日、12時26分でございます。ここから多分ご案内少なかったと思うんで、やってないか少ないか、東方まででは撮ってましたけど、はい、ここからですね、深谷市17号線のご案内を始めさせていただきます。はい、この後東松山まで向かう予定でございます。日曜日のお昼ということでですね、お昼食べにお出かけになられる方もいらっしゃるかと思います。天気は、ずっと良くなってますね。まあ、梅雨明けしたってことで、今までの雨の天気が悪かった分取り返すような感じで、ずっといい天気が続いております。はい、深谷市現在33度でございます。見てないっていうのはあるからなんでしょうけど、中古車の価格がなんか上がってるみたいですね。半導体の需要が、半導体の生産が追いつかないっていうのかね、半導体の原材料となるものの供給が追いつかないということですかね。まあ、もしかしたら車種によっては新車の価格よりも中古車の方が高くなっちゃってるっていう変な現象が起きてるかもしれないですね。昨日そういえば書き忘れたんですけど、羽生の動画上げてるときに人口ちょっと増えてるのかなと思ったら、徐々に減少傾向になりますね。5万何千人かなんかだったですね。右側の、アメリカ扶養の花が綺麗にピンクの花咲いてますね。はい、では自衛隊入り口、ここのところでご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。